本来のあるがままの姿に戻ってまた頑張れる、そんなサロンです。リフレクソロジーとは直訳をすると反射学という意味になります。足裏にですね、体の器官臓器がそれぞれ反射投影されているために、足裏を刺激することでそれぞれの器官臓器が活性化されるということで健康になるというふうに言われています。足裏にはですね、太陽気神経層という自律神経エネルギーを出し入れするツボがあります。そこを刺激することによって気持ちが前向きに元気になることがあって、帰りには皆さん笑顔になって帰られます。リフレクソロジーの専門用語で反射区というのがあるんですが、親指のところがちょうど頭部の反射区になります。最近のお客様に特に多いのが親指の、内側のツボ、脳下垂体のところが腫れてる方が多いです。その方は夜眠れてない方がそのように腫れがあります。そこを刺激して、その腫れを収めてあげることによって、その夜はですね、心地よい眠りについて不眠症の改善になります。サクラランのトータルボディケアでは一番最初に足から始めます。足裏にはその方のお疲れの場所であったりとか弱ってる臓器や器官が分かります。例えば肩であれば足裏の肩の反射区を徹底的に時間をかけてほぐしていきます。その後に直接肩へアプローチしていきます。サクラランでは特殊なパウダーを使用してサムウォークという他では体験できない技術を提供しています。パウダーを使うことによって奥深いところまで刺激を届けることができます。医療関係のお客様が多く訪れていただいております。お医者様であったりとか看護師さんであったりとか、そういう方にも認めていただいている技術です。本来の姿に戻ることのできるサクラランへぜひお越しくださいませ。お待ちしております。